石巻公園マルシェという名称でして、開催に至った経緯ですけども、もともとユイノバという被災地企業とのマッチングの場で、三井不動産グループとして何ができるかというところを考えたときにですね、商業施設とかオフィスビルとか人が集まる場を提供することがまずできるのではないかということから、今回この商業施設での実行にあたって私ども三井不動産商業マネジメントが進めてきたというところでございます。天気もよく、あとはお客様に喜んでいただけるようにキャラクターショー等のイベントもやっておりますので、ものすごくにぎわいも出てきていますので、今のところ順調かなと思っております。宮城復興局のユイノバの事業で、こちらの、アウトレットで、復興のイベントをしませんかという声掛けがありまして、我々としてはなかなかそういった外の、しかもアウトレットというちょっとおしゃれな雰囲気の中での販売っていうのは震災前もしたことなかったんですけど、これがいい機会だろうということで、今回参加をさせていただきました。やはりこういった復興が早いところという表現をするとちょっとおかしいかもしれませんが、こういった早く復興してなおかつ人がどんどん集まっているところに同じ被災した我々が出て行ってやるという意味はあるのかなというふうに思います。まずはですね、被災地に来ていただきたいというのが一番ですね。まずは自分の目で被災地を見て感じたことを戻って伝えてほしいというのはまず一番してほしいことですね。であとは我々のように被災地でもいいものがたくさんありますので、それを皆さんに我々は PR しますし、皆さんもそれを何ていうの、組んでいただいて、地元に帰ってまたそれを伝えて広めていただければなと思います。まずは今日明日で成功させるというのが第一なんですけども、これで成功しましたら、先ほどお話しした通り他の全国できれば全部の施設で実施できればなと思っております。